こんにちは。横浜市政にチャレンジを呈しております鶴見区の青い島々青島正春です。こんにちは。今日は私市政にチャレンジということで、こういうような横浜市に対しての実現したいことを皆さんにお配りしているわけですが、本日はこの中で横浜市の保育園300の保育園に、そして4つの小中学校に放射能汚染土壌をそのまま埋めているという問題につきましてお話をしたいんですが、今日はこの3月11日で丸8年迎えます福島第一原発事故、この事故の影響、実は福島はもちろん大変皆さん苦労されているわけですけれども、この横浜市におきましても様々な問題がある、今も続いているということをお話したいと思います。その前提として今日は放射能のことをもっと知ろうということで学習会相談会を本日開催しますのでお話をしたいと思います。それでは私のスライドのを使いながらちょっとお話をしていきたいと思います。スライドを回してもらっていいですか。はい、では初めに、今安倍首相が2020年を新しい憲法で迎えるということで、憲法の問題が大きな問題になっております。これがさまざまな分野に影響を及ぼしていますが、私は逆に憲法を生かす街を作ろうということで今考えております。その中で外れちゃってますけど、もう一度原発被爆問題の基礎知識をおさらいしようということで、今日はまずお話をしたいと思います。ちょっと見づらいかもしれませんが、事故前の日本には54基の原発がありました。そしてあの2011年の3月11日の震災に伴いまして福島第一原発事故起こりました。この事故は国際原子力事象評価尺度という中でもレベル7という最も高い事故だったわけですね。ここに、この映像をご覧になった方もいるかと思いますが、特にドイツのテレビ局が放送した映像で、炎が出ていたり黒い、の上からたくさん落ちてくる、この大きな爆発があったということをなかなか、忘れされている場面もあるかと思います。そこに数字がありますが、大気中に、私もちょっとこれ読めないくらいの、77万テラベクレルというもう天文学的数字の放射性物質が放出され、現在も放出され続けているということです。ここを頭に置きましょう。そしてこの放射能の影響は日本全土に広がりました。それどころか世界中に広がったと言っても過言ではないと思います。これは日本原子力研究開発機構が作りましたセシウム137の積算沈着量の予測です。これを見ていただきますと分かるように、北は秋田岩手から南は静岡あたりまでですか、広くセシウム137が落ちるという予想が出ておりました。実際そうだったわけですけれども、でこの私たちの神奈川県はセシウム137の効果量を見ていきますと、この一番高いのがもちろん福島県なんですけどね、もうそこと匹敵するぐらいの量の、セシウム137が硬化したこと、2011年3月から4月これが確認されております。このことを私たちはきちんと知っておく必要があると思います。そこで、放射性物質、放射能とかさまざま言っていますが、これについての基礎的なことですけれども、放射性物質、放射線、放射能、どう違うんでしょうか。まず放射性物質、これ2つ目がありますが、上は光を例にとったもので、下は放射性
物質をもとに放射線のことを書いたものです。ちょうど放射性物質というのはランプにあたります。光を出すものですから、放射線を出す物質を放射性物質と言います。そして光は放射線です。放射線は体を突き抜けます。そして放射能というのはその放射線を出す力にあたります。電気で言えば光を出す力ということになりますね。そして放射線のいろんな単位を聞いたことがあるかと思います。ベクレル、まずベクレルについてですね。これは放射能の量を表す単位です。1秒間に核が崩壊する回数で表します。そのことは1秒間に発射する放射線の数と同じになるということです。100ベクレルというのは1秒間に100回崩壊し100発放射線を放出する、発射するということです。これは水や食物、土地、地域の鮮度を示す単位としてよく使われますが、このベクレルというのは実際に、放射能がどれくらいあるのかということを、見る上で重要な単位です。もう一つは皆さん聞いたことあるのはシーベルトだと思います。これは、どれくらい実際に、人体等に影響があるのかということになりますが、1シーベルト、これはメートル法ですから、1シーベルトというのは1000ミリシーベルト、1ミリシーベルトは100マイクロシーベルト、1000マイクロシーベルト違いますね、そういうふうになっております。で、1000マイクロ、1マイクロシーベルトは1ナノシーベルトというのもその下にあるわけですけども、これがよく使われます。そして放射線の性質ですが、アルファ線、ベータ線、ガンマ線、中性子線とあります。アルファ線は、紙で止めることができます。ベータ線は紙は突き抜けるけれども薄い金属板は止めてしまいます。ガンマ線、X線は、透過性が強く薄い金属板であれば、透過してしまい、鉛や厚い鉄板などで止められてしまいます。中性子線はさらに透過性が強く、突き抜けてきます。水やコンクリートで止めるというようなことがあります。で、ここで問題になってくるのは、ガンマ線、X線、がまず透過性強いわけですけども、これはよくカウントされます。アルファ線、ベータ線は透過力は弱いのですが、大変エネルギーをたくさん持っていると言われております。次に被曝です。放射線を浴びることを被曝と言います。この図にあるように体を突き抜けたり止まったりしますが、放射線を浴びることを被曝。次に外部被曝です。レントゲン線を外から体に当てて人体などを通り抜けたレントゲン線が反対側に置かれた装置に当たって、それをフィルムに感光させ写真するのがレントゲンですね。 X 線の撮影です。このように外から放射線を浴びるのが外部被曝。そして内部被曝は体の中に入ってしまった放射性物質によって中から被曝すること、これを内部被曝と申します。で、ここに放射性要素の場合が書かれてありますが、さまざまな臓器に沈着をして、その中でベータ線、アルファ線など、発射します。特に放射性要素の場合には、ここの甲状腺ですね、喉の下のそこに特に沈着し、甲状腺がんの原因にもなると言われております。これは放射性物質によってその沈着する場所がさまざま違ってくるということです。セシウム137が筋肉、肺、腎臓などさまざまな場所に沈着をしています。そしてストロンチウムは骨、大変カルシウムに似ていると言いますが、そういうところに沈着する、そういう性質があります。これが後々人体に大きな影響を及ぼすということになります。そして、放射線は遺伝子を攻撃するということが言われております。ここにあるのは、染色体ですけれども、染色体を
切っていく。切ってしまうと、その二重らせんのうち一本だけ切断されて、しまいますと、まあ、大体の場合は、傷は治っていくわけですが、それがよじれてくっついてしまったり、切れたままになったり、そういうことによってさまざまな異変が体に起こり、がんなどの原因になると言われております。特に、子どもたちが放射線の影響が多いというのは、この、成長期で、細胞分裂が盛んな時に、この、細胞の中からこの螺旋の、この二重螺旋がたくさん出てくるということですよね。染色体がそれで切られるということに、なる頻度が高いという意味で、小さいお子さんほど、放射線の影響が大きいと言われています。これは、ICRP が出しております、放射線の量と障害の関係、これがよく使われております。ここで見ておかなくてはならないのは、一番上にあの、2万ミリシーベルトですから、20シーベルトということになりますよね。この6000から7000というのは6シーベルト、7シーベルト、この被曝をすれば 99.9% 以上が死亡すると言われております。そして、1990年代の終わりに起こりました、茨城県の JCO の事故で、2人の方が亡くなりました。その時には、この2万ミリシーベルト、20シーベルトの、放射線を浴びたと言われております。大変怖いですよね。で今も、福島原発の、1号機、2号機、3号機は、3000から4000、それ以上の放射線量があるということが分かっております。そしてこの1と書いてありますね、1ミリシーベルト、ここが今まで通常の公衆の1年間の、線量の限度と言われていました、少ないほど良いということですが、CT では、10ミリシーベルトぐらい浴びていると。で先だって、発表されました事故の際に、確か双葉町の10歳の女の子だと思いましたが、実は、100ミリシーベルトを、浴びていたという報告がありました。そしてこれはあの、ユーリ・バンジャドフスキー博士、ゴメリ大学、これはベラルーシですね、そこの先生があの、長い間亡くなった方の、チェルノブイリ事故の後、亡くなった方の、子供から大人までのさまざまな臓器について、測定した結果が出ているものですけれども、子供のと大人を比較したものです、薄い方が子供、白っぽい方が子供、黒っぽい方が大人ですけども、やはり子供の方が、セシウムがさまざまな、臓器に沈着していることがよくわかります。特に甲状腺については多くのセシウムが、溜まるという結果が出ていて、それが、病気を発生させたと考えられています。そしてこれは同じくバンジャドフスキー博士の報告ですけれども、不整脈のない子どもの数と、セシウムの沈着度ですね。で、少ない沈着度が少ないほど、不整脈が少ないという結果が出ております。これ正常な子たちの値なので、100の方の右の方ほど多くのセシウムを沈着した子どもということになります。そしてこれはチェルノブイリ事故から 1200km 離れたギリシャでの、調査です。で被爆した時期、この青いのが事故前ですね。そして、事故直後は赤いから、それから2年後以降緑ということになりますが、ギリシャでも遠くに、1200キロ離れたギリシャでも大変多くの被爆をしていたことが分かっています。そしてよく、紹介されます
チェルノブイリ事故後における種子の重複危険として消化されている子どもたちの写真です。大変見るのに、辛いわけですけども、こういう結果が出ておりますが、福島の場合もさまざま情報出てますが、表にはなかなか 見て、見ることはないわけですけども、そういう話も出ております。そして、これベラルーシの危険児の発生の増加の内訳ですね。で、断トツに多死症が多いということが報告されておりますが、さまざまな無脳症から、ダウン症、さまざまな異常がベラルーシでは報告をされております。対象地域、正常の地域と比べるといかに多くの異常があったのかということが事故後報告されております。そしてこれは、ウクライナの調査ですけれども、ウクライナで子どもたちの調査、これ、いつでしょうね、最近の話だったと思いますが、1ベクレル、1.1 ベクレルが一つの基準になって、それ以上あるところでは頭痛発生の、をはじめとした異常を訴えることが大変多いという結果が出ております。1ベクレルです。これは大変なことですね。日本の食品基準100ベクレルですね。それと比べるとということです。そしてこれ現在の基準ですけれども、100ベクレルを一応基準にしております。これは、事故前の食品がその左基準ですね、比べるといかに高くなっているかが分かるかと思います。水は事故前の25万倍と書かれていますね。こういうような、今の状況です。私たちはこういう中に暮らしているということをもう一度、頭に入れておく必要があるかなと思います。そして、これは放射性セシウムを1回摂取してそのままにした場合と、続けて摂取した場合のことについて書かれております。この下がっている方ですけれども、仮に1000ベクレルを1回、摂取したとしても、もうそれ以後摂取しなければどん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 低減していくということが分かっています。ところが1日10ベクレルを毎日摂取していると、この体内に蓄積するセシウムの量は、1400ベクレルにも達してしまうということも分かっています。1日1ベクレルではこういうような曲線になりますね。このように、いかに継続してセシウムを取るか取らないかによって、体内に、セシウム放射性物質が蓄積する結果に差があるということが分かっています。これは理工大学の名教授の山崎先生が言っていることで、子ども1ベクレルの大問題。ドイツでは放射線防護令が出されていて、この法令によって1年間 0.3 ミリシーベルトという法的なガードがかかっています。これに基づいてドイツ放射線防護協会という団体がいろんな仮定をしながら計算すると、セシウム137は大人は8ベクレル、子ども4ベクレル、これが限界という提言さえされております。ここからちょっと私の話ですけれども、2011年の8月30日です。私が当時鶴見区で勤務しておりました上末小学校という学校で、腐葉土基盤の中から 1.17 マイクロシーベルトという、私の、当時ガイガーで、あるいはソエクスですね、測った時に、こういう結果が出たので、直ちに校長に報告しましたところ、校長安全ですと、分かってないのに安全ですと言いました。そして教育委員会にも電話しましたが、もう校庭4カ所各学校継続してますから安全です、継続しませんと言われました。それで、改めて、ラディで新チレーションで測ったところ 0.77 という数字が出て、これはメディアにも明らかにして、その後、取りに来たんですね。ここです。これは学校の子どもたちが遊ぶ、ジャングルジムのあるちょっと先です。後ろに樹木が見えると思いますが、
樹木からどうも水が滴って、特に右側のピットですね、右側のピットに、高い数値が出ました。左側もそれなりに出たんですけど、こちらが特に高かった。でこれを、ようやく教育委員会がやってきて、まあ線量で測りながら、あの10人の教員で、と課長と指導主事で詰めていったんです。で右側にあるように、45リットルの、袋を二重にして20袋約200キログラムが、取ったら、まあ、0.1 いくつぐらいに下がったんですね。そこまでやりました。でところが学校から教育委員会はこれを持ち出してくれませんでした。で校長といろいろ掛け合って、校長さんが最初職員室の横の倉庫に置きましょうと言ったんですけど、職員室の横、職員室には妊婦もいるわけで、それはやめてくれということで、結局、プールの管理棟ですね、これ子どもたちが入りませんが、あの割と、コンクリートも厚いところでそこに入れました。そして私2年後異動になって、でようやく2017年の3月に、これが、移管されました。これ移管先の、鶴見区の末広町の、汚泥資源化センターというところです。そこにこういう建屋を作って、それまであの今日これをね、あの皆さんに、お伝えしてきたんですけど、横浜市、市内の小学校、中学校、保育園、もちろん他の学校にもあったと思うんですが、所管するその小中学校と保育園で、多くの場所で、保管されていたので、また埋められていたので、それをあの、他に持っていってくれということで、お母さんたちからお父さんたち、そして私たちも声を上げました。その結果2017年ようやく69箇所ですか、の学校から、移管したのですが、この建屋新築して、作りました。でこういう状態ですね、割とレベルが高かったものはこちらの鉛のドラム缶に入れて保管されています。しかしこのここの場所も実はあの周知されていません。一応ここに埋めたということは公表したんですが、鶴見区内にあることを鶴見の人はもう 99% 知らないと思いますが、そこに移管されております。ところがまだ移管されてないところもたくさんということです。それで私たちは横浜市に対してこの300の保育園4つの学校からこれを保管し移管することを求めております。そして移管済みの放射性汚染土も含め学校公園の空間線量だけでなく全て拡充測定をしてほしいと要望しております。保管庫に搬入した汚染土のリサイクルをしないこと、そして学校給食の測定の継続、希望する人の放射能健康診断、避難者への住宅支援、もちろん原発の即時停止、廃炉を進め、再生可能エネルギーに基づくまちづくりということを訴えております。そして、昨年の11月の14日なんですけれども、私どもは横浜市に対して、要請を行いました。特に300の、保育園に汚染土を埋めてしまっています、所轄の子ども青少年局に対して要望を行いました。そのことをこちらのこちらのチラシに今、鶴見区内の皆さんを中心にお配りしておりますが、やり取りを書いております。本当驚きです。この、私たちがどうなってますかということで言ったところ、私はこの係長ですね、私は、今年4月に来たばかりなので、当時のことは分かりませんと。しかし基準地帳も含めて、埋めてあります、基準地帳も埋めてありますが、どちらも安全ですと言っております。そして引き続き事故資料も議事録もありませんが、まあ、放射線なんちゃら委員会が、決めた基準値なので安全です。なんちゃら委員会と言ったんですね。これ名前も言えなかったんです。放射線対策本部のことだと思いますが、で今現在その状況を見ていませんと、調べに行ってないんですね。
ですから埋めてしまった、放射性物質がどういう状況になっているか、もちろん計測もしていません。これで安全なのでしょうかと聞いたところ、安全ですと言い切るんです。私は大変疑問です。そして、子どもたちに、この問題について担当者として研修等を行ってますか、勉強会を行ってますかと言いましたが、私も放射線だけを専門しているわけじゃないのでと言いながら、学習は彼は行っていませんと言ったんですね。ですからそういう人たちが今この保育園に埋められた放射能汚染土壌を管理ですかね、管轄しているということ自身が大変異常な状況ではないかというふうに思います。まあ、お隣の、横須賀市ではすでに、全ての埋められていたものは掘り起こして移管したと聞いておりますが、いちいち早くそれをやってもらいたい。そのためには皆さんも含めてもう一度この問題について向き合う。もうすぐ、8回目の3月11日がやってきます。ぜひこの問題について考えていきましょう。大変長くなりました、失礼します。青島正治でした。そして、本日もやっておりますが、1月29日本日と、2月の3日今度の、日曜日になりますが、10時半から筑野町の、107深谷ビルというところになりますが、鶴見駅から歩いて7分ぐらいのところです。そこにあります青島正治事務所の方で、勉強会を開催いたしますので、ぜひいらしてください。では終了します。